皆さんこんにちは。川越のぞみ教会の西岡真理子です。7月20日聖日、マルコの福音書7章24節から37節、諦めないですがりつく信仰と題してお話しいたします。マルコの福音書7章24節から37節、イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシア人で、スロ・フェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし、女は答えて言った。主よ、その通りです。でも、食卓の下の子犬でも、子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみると、その子は、床の上に伏せっており、悪霊はもう出ていた。それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるよう願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息して、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに解け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほど帰って言いふらした。人々は非常に驚いて言った。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞けないものを話せるようにされた。今日の箇所には2つの奇跡が出てきます。最初の奇跡から見ていきましょう。スロ・フェニキアの女の娘の癒しです。彼女の求める姿勢に多くを学ぶことができますが、何を求めていたかというと、小さな娘が悪霊に取り憑かれているという苦しい現実でした。いかがでしょうか。自分の子供が病気になった時、親はどのような思いになりますか。私の娘も病気になったことがありました。病気なんですが、心臓の手術のために都内の病院に入院しました。有名な病院です。そこには沖縄から北海道から多くの患者が
そしてそのお母さんたちが何ヶ月も何ヶ月も泊まり込んで治療をしているんです。子供のためには家を置いてでも、ある人言ってました、畑を売ってでも治療に来るんだ、一番いい病院に来るんだ、そのような求めでした。このお母さんも本当に一生懸命求めたと思います。だってこの子はどうして悪霊に疲れてしまったんでしょうか。幼い子を悪霊に疲れるとは彼女のせいではないですよね。悪霊に疲れるとは呪われたり、または悪霊の働きと思われるようなこう、まあ、こっくりさんとか、それとか悪魔的な儀式とか、そういうものに触れているとやはり疲れることもあるようです。でも小さな子はしてません。なのに疲れてしまった。親は必死でその子を癒してほしいといろんなところに行ったことでしょう。この村、あの村、どこでも祈ってくれるところがあれば、悪魔払いがあれば行ったことでしょう。でもどこでも追い出すことができなかった。その中に彼女は不思議な噂を聞いたんでしょうね。 40-50キロ離れていたと思います。ガリラヤ地方で悪霊を追い出す不思議な方がおられる。ユダヤ人のその人がもしかしたらメシアと期待されている人かもしれない。でも絶対ここには来ないだろうな。ツロの地域というのは異邦人の地域ですから、そこのところには来るはずがないのです。ユダヤ人のましてやメシアと王と呼ばれるような人は来るはずがないのです。ところがある日イエスが来たという噂を聞くのです。聞いたらすぐにとあります。すぐにこの女の人はそこに行ったんです。どうしてイエスがそのツロの異邦人の地に行ったのか分かりません。理由がないんです。ある人たちはヘロデ王から狙われて逃げてきたんではないのか、身を隠したのではないのかと言われています。でも分からないです。しかし来たのです。そしてその来た時に彼女はすぐに求めに行ったのです。そしてその足元にひれ伏したと25節にあります。イエス様、どうか救ってください。あなたなら救うことができます。どんな思いを持ってお願いしに行ったでしょうか。他のとこどこでもダメなんですから。マタイではうるさいぐらいに、本当に人の迷惑になるぐらいに、この女はイエス様の後をついて求めて求めて求めました。しかしイエスの答えはどうだったでしょうか。まず27節、まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。ノーとおっしゃったのです。子供たちとは神の民であるイスラエルです。神の民が一生懸命叫んだから、神様は約束の救い主メシアを送ってくださったんです。その方のイスラエルのために。なのでイスラエルが子供たちで異邦人を犬と、まあ、ちょっと差別的な言葉ですけれども呼んでいたっていうことがありますので、この子犬と呼ばれたのは異邦人の方々です。しかし犬ではなくて、子犬というのはペットの子犬です。愛情を表した子犬ですね。その異邦人はイスラエルに答えるために来たイエス様が、その答えを異邦人にあげるのは良くないと言われるのです。どうでしょう。ノーと言われた時に、私たちは私たちの本音、本当の姿が見えます。教会にはいろんな方が来られます。私は住んでましたが、ある時ある方が来られて、どこから来ました。そして実は帰りの電車賃がないんです。2000円足りないんです。この2000円あったら私はあそこまで帰ることができるんです、お願いしますって頼み込みましたので、その時は牧師が、分かりました、2000円ならどうにかなるでしょって渡しました。ああよかったね、あの人帰れたんだねと思って、夕方近くの公園を見てみたら、遊びに行ったらいました。そこで飲んでました。それから私たちはお金は渡しません。必要なら切符を買います。必要なら食物を渡します。
必要ならここでバイトをして草を買ってくださいというようにしました。ノーって言った時に反応がいろいろなんです。ある人は怒鳴って帰った人もいました。こんぐらいのお金も出せないのかよと怒鳴りながら帰ってしまったんですね。ある人はがっかりしたように、ダメですかって言って、なんとなくこう恨まれたような感じがして帰っていかれました。でもある方々はそのわずかな食料を本当に大事そうに大事そうにして、何度も何度も頭を下げながら帰られた方々もおられます。ノーと言われた時に本当にその求めの心が現れるのです。本当の求めか、それとも自分の利益のために求めているのか。私たちはどうでしょうか。イエス様にノーと言われた時、どんなふうにがっかりしてやっぱり私はダメなのかというのでしょうか。ここでこの女性は不思議な返答をしてます。この女性は28節、主よその通りです、でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。当時食事はパンスプーンもフォークもナイフもありませんでしたから手で食べます。手で食べて汚れた手をどうするのかと言いますと、パンの塊で手を拭くそうです。もったいないと思うんですが、そしてそのパンの塊どうするかというと、テーブルの下に落とすそうです。そこに余ってる犬たちがいるのです。犬もその食卓に共についているのです。その恵みは豊かな恵みをいただきます。神様の恵みは十分です。ここの食卓の下にまで落ちてきます。それが彼女の信仰でした。あなたの信仰は立派ですとマタイでは言われているぐらいです。ここでは29節、そうまで言うのですか、それなら家にお帰りなさい、悪霊はあなたの娘から出て行きました。その悪霊はもう出て行ったのです。もう一つの癒しは異邦人の地から帰ったガリラヤの地でなされました。耳が聞こえない、また言葉を発することができない方の耳に、舌にイエス様が触られて、そしてうめきながら、探索してっていうのはうめきながらって言葉です。ローマの8:23や第2コリント5:24ではうめきながら、御霊のローマ8章の御霊のうめきを持って祈っているのです。そして癒しをなされているのです。この2つの癒しから私たちの求める姿勢、心が問われますし、イエス様のうめきを持って御霊を思って、悪霊に対して大きな御業をなされるイエス様の力を思います。皆さん今日誠実です。求めの心を本当に持って諦めないで求めましょう。求めるものの姿勢が問われています。もらって当たり前だと思っていませんか。ノーと言われて諦めたり怒ったり落ち込んだりしてませんか。お祈りします。イエス様、ありがとうございます。私たちは異邦人です。でもそのテーブルに一緒につかせていただいている子犬であることを感謝いたします。あなたの恵みは大きいです。そして子犬のためにもそのパンが落ちてきます。それを豊かにいただくことができるように、ノーと言われても本当にあなたの恵みを感謝してそれを受け取ることができるように覚えてください。イエス様の十字架の血潮は十分で、そのテーブルの下まで降りてきて全てを清めてくださることを感謝いたします。イエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。